やめよう。あっちにしよう。なぜなら設定入りそう、寝台だから。朝7時から並んだバジリスク絆は私の台の選びがちょっとダメで、皆さんは出てたんですけど、初打ちのアリアに。なんだこれ。え？なにこれ。いい感じ。チャレンジミッション、ロザリアを5メートル引き。よくわからんちんだね。でまた
だ今のやつか。クリアしなきゃいけないんだ多分。良さそう良さそう。引いた。いやーなんかなったなんだろうバルロバレットゾーン。終わりじゃない？あ？どういうこと？なんか当たってるって感じ。ベルがいいのね。やだー。よし。いける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 。よっしゃー、いけそうじゃない？面白い。ダメー。かけんじゃねー。あと1個。あーそう。なんなの？前回白鳥さんどうだったんですか？実戦は負け。実戦負け。で競技で勝ち。競技も負け？くるみちゃんとやったんですか？ダブル負け？
あ、これ打ったの？え、教えてほしかった、できれば。放送まだされてませんよね。してないですよね。私の回のやつが流れてます。いや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 、ちょっと待って、私びっくりしますって。化け物語もミュウが前回打って打って、前回ミュウが凱旋打って、また私も凱旋打つと仲良しね知らずして打ってるから、もうこんなにいろんな機種がある中で仲良しだね、ピンクドッグ。びっくりした。メンバーの中でもピンクドッグぐらいですよ、こんなに凱旋とかハーデスとかガツガツ打つの。ミュウなんて最初このジャパリに入って一緒にお仕事させてもらった時、私の初めて その実践収録っていうのがミュウと一緒だったんですけど、その時私ゴッド打とうって言ったんですよね一緒に。ミュウはゴッド打ったことないと、怖くて今まで打ったことがないんだよねって打ってたのが、もう今じゃこの4年間であるかも。どれだけゴッドを回してるのか、ゴッドするとね、ってくらい。いくよ、イエーイ。そこからゴッドシリーズをずっと回してます。うちは回せば1個しか取らなかったけど、これで3セット目まで確定しました。ブーブイ、びっくりした。ブーブイなら早い時間なんですよ、まだ。で、投資が25本っていう、そしてスロットコーナー稼働が半端じゃないと思って、1階のパチンココーナーも入れてもう一度店内見たいと思います。こんな早く降りると思わなかった。本当はね、スロット実践がいいんですけど空いてないんですよ、本当に稼働が良すぎて。もうしょうがない、これはパチンコで。ファンテギョン、誰？ファンテギョン、チャングンソクさんじゃないの？違う、チャングンソクさんですよね。いや、役者の名前がファンテギョン。よし、イケメンですにします。こんにちは、イケメンですね。パチンコに来ました。大当たり確率が 319.6 分の1、ラッシュ突入率が 62.8 と、でラッシュに入れば 80% 約あるということでですね、結構1万発、2万発出てるっていうのも見たりなどして、だからこのドラマとかは全然知らない、ドラマか映画か分かんないですけど、ここは全然知らないです。主人公が
チャン・グンソクさん、うちの会社の人でチャン・グンソクさんを知らない人は多分誰もいないと思います。あ、AN ジェル、すごいボタンがなんか少し特殊です。お、物が落下して赤い、救急車かな、リッチになりました。あれ、赤文字発展しました。お、出てきた、当たった、え、そんなことある、当たりました、え、何、初めて発展して、もう何が何だか本当に分からない状況で500円で当たりました。え、319円分の1、一瞬で引きました、私は、ありがとうございます。え、ここから 62.8% で、ちょっと本当にまさかでしょう、これはこんな感じなのかな、下にはボーナス、はい、はいはい、やばい、3つだ、いけるかな、文字も、ああ、そういうことね、はい、頑張れ、もう1個、ああ緑でも3個半、あ、赤文字チャンスアップ、激アツ、待って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 、行くんじゃない、これはボタンが、うわー、インパクトやりました、ゲットしました、一瞬で、ロケリン、レポン、お、また来た、
よし。見て光ってるよ。これなんかあるかも。